はい、カプコン宣伝部橋本健一です。今日はなんとこちらマーベラスさんに来ております。先日行われた企業対抗格ゲートーナメント、こちらですねカプコンチーム出場したんですが、なんと惜しくも敗北したのがこちらのマーベラスさんチームだということで、でしかもマーベラスさん、あの格ゲー部らしきものはあって日々練習を重ねているということなので、今日はちょっとその様子を見たいなと思って来ました。さあ来ていただきましょう。お願いします。お待たせしました、マーベラス佐藤です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかあの格ゲー部みたいなものがあると聞いたんですけども。そうですね、まだあの部にはなってないんですけど、はい、格ゲー同好会みたいなものがございます、うん、はい、はい、ぜひあのその様子を見に行きたいなと思うんですが、よろしいですか。はい、どうぞぜひ見てってください。はい、じゃあちょっと行きます。はい、さあちょっとねお話を聞きたいと思います。まあ同好会なんですかね、格ゲー。そうですね、はい、格ゲー同好会として。どれぐらいの頻度で開催されてたんですか。まあ毎日昼休みとか。あ、みんなで集まって。もう毎日やられてるんですね。へー、すごいですね。何人ぐらいいらっしゃるんですか。そうですね、まあ大体5人とか6人とかで集まってやったり。毎回もう集まって、毎日集まって、はい、まあバラバラなんですけど全員やってます。うんうんうん、はい、企業対抗格ゲートーナメントですけども、カプコンチームに勝ったじゃないですか、はい、なんかカプコンチームの印象ってありますか。そうですね、最初結構ドキドキしてたんですけど、はい、やってみたら意外に勝てたな、意外に行っちゃったなって上に行っちゃったなって、はい、戦ったら勝ったなぐらいであんまり印象残ってない。ああ、もう覚えてないとなるほど。それ実はですね、あの先日企業対抗格ゲートーナメントに出たカプコンチームはですね、真のカプコンチームではなかったんですよ。なんだって。今日は実はリベンジ企画として真のカプコンチームを呼んでます。え、おお、マジっすか。どうや。さあ真のカプコンチーム、ちょっと来ないで、来ないで。はい、で、ゲージを止めさせない。 それだけは
これでイーブンディーな感じ。じゃあ
お互い一人ずつでもう一回。あ、そうですね。対象で対象。一番一人ずつ勝て。お？全勝だこちら。やってけ。その対決再び。水着コスチューム、これこの家庭用だけの特別なコンテンツ